南極オキアミ、南極オキアミ、南極オキアミ、学名、とは、オキアミ木に属する動物の一種。南極海に分布する。エビに似た外見をしており、巨大な群れを作って群営する。群れは時には1メートルに1万3万個体の高密度に達する。南極オキアミは微小な植物プランクトンを直接食べる。その結果、植物プランクトンが外洋でのライフサイクルを、 支えために太陽光から引き出した第一次生産エネルギーを利用していることになる。体長6センチメートル、体重最大2グラムまで成長し、寿命は最高で6年とされている。南極の生態系のキーストーン種であり、バイオマス、およそ5億トンでいえば、この惑星で最も成功している動物であると言われている。オキアミモクはエビに外見が似た動物で、 エビやカニの含まれる十脚目と同じ、広角はモンナンコーツな本エビ上目に属する。東京港の側縁に、膝状に伸長する、エライはあるが、十脚目のようにエラ質を形成するほどには広く発達しないため、付属式部のエラは外に露出して見える。胸部付属式には顎にとなって頭部付属式の大顎第一小学、第二小学とともに後期に組み込まれるものがない点も、 十脚目などと異なる。産卵は主に1月から3月にかけて、大陸方から外洋の深海域にかけての範囲の上層部で行われる。降雪様式は、オキアミ類の典型的なパターンと同じで、オスはメスの生殖口に生差を付着させる。そのため、オスの第一腹足は降雪期に変形している。メスは1回に6000から1万の卵を産出する。 卵は生殖孔を通るときに、精査やから有利した精子で受精する、アイヘンペルとジーヘンペル、1986年。著名なイギリスの研究船、ディスカパリー号の航海によるデータに基づく、まあ、1962年の古典的な仮説によれば、卵発生の経過は次のようになる。まず現状形成は、大陸法では、 直径0 6ミリメートルの卵が海底に沈降して、概洋では2000から3 0 0 0メートルの深度で沈降しながら起こる。そのすぐ後に卵は孵化して、ノープリウス陽性第1期となると、3体の付属紙を使って浮上を開始する。引き続く2期の妖精、つまりノープリウス陽性、第2期とメタノープリウス陽性の間は接触せず、卵黄に蓄えられた。 栄養素で生活、発生を続ける。不化後3週間で、不上は完了する。ここからさらにオキアミのゾエア前期陽性である、カリプトピス陽性、第2期と第3期、ゾエア後期陽性である、フルシリア陽性第1期から第6期が続き、大きく成長していく。これらの発生段階は付属子の増加、副眼と毛毛の出現に特徴を付けられる。 全長1 5ト、mm、ルになると、生体とほぼ同じ形態の容体となる。成熟するのはさらに2から3年後となる。すべての甲殻類と同様、オキアミは成長に伴って脱皮する必要がある。オキアミの場合、だいたい13から20日ごとに外骨格を脱ぎ捨てる。南極オキアミの胃は、大抵透明な外骨格を通して鮮やかな緑色に見える。このことは、 食物の中で植物プランクトン、特にその中でも20マイクロメートルほどの小型の形相が優先しているとを示している。これらの植物プランクトンは合毛によって、カゴ状になっている胸足によって、海水中から露過される。形相の計算室の細胞兵器は、胃の内面の史上突起によって、破砕さ、内部の原形質は中長線の中で消化される。南極沖網は、 カジヤシ類や、短脚類などの小型の動物プランクトンを捕食することもできる。消化管は屈曲したり巻いたりしない、まっすぐな管で消化能力はそれほど高いわけではない。そのため、糞には未消化の有機物体の炭素がかなり残る、生物学的ポンプ参照。水槽内で南極沖網は、とも食いもすることが観察されている。また、 水槽内で絶食させた場合、動物の中でも極めて異例なことに脱皮をしては体が縮小する。このことは餌の供給量の季節変動に対する適応と考えられている。南極の海では冬には何ヶ月も氷の下で暗闇に閉ざされ、食物がほとんど供給されなくなるからである。南極オキアミは同じぐらいの大きさの他の高等動物が 利用できないような小型の単細胞の植物プランクトンを利用できる。これは、著しく特殊化して効果的なろ過器となった胸足を使ったろ過接触によって実現されているユーキルス1983年。6体の胸足がカゴ状となり、海水中から植物プランクトンを集めるのである。この胸足でできたカゴの目の最も細かい部位は、 直径1マイクロメートルほどしかない。この驚異的な構造は、操作型電子顕微鏡写真によって研究されている。渦にリンクした映像では、南極オキアミは55度の角度で上を向いて、定位している。餌の植物プランクトンが低密度の時、南極オキアミは、胸足のカゴの口を開いた状態で50センチメートルほど、海水中を突き進んで餌をろかし、 胸足の内側の特殊なご毛で口の中に隙入れる。南極オキアミは、総評、パックアイスの仮面から、アイスアルジーの芝生状のマットをかき取って接触することもできる。マーシャル、P1988。右の写真は、キルズ、U ーマーシャル、P のによる調査によって得られた。いかにたくさんの南極オキアミが、右往左をして直接氷に定位しているかが見て取れる。 中央の一個体だけが、水海中にホバリングして転移している。南極オキアミには、胸足の先端に、特殊な熊手状の合毛が発達しており、これで、芝刈り機のようにジグザグに氷の表面の藻を刈り取る。一匹の南極オキアミは、1秒あたり1.5センチメートルの、割合で、氷の表面の藻類を食べ尽くすことができる。アイス RG のフィルムが広範な水域で非常に、 発達していて、その下の水海よりも炭素量換算で遥かに大きなバイオマスとなっているというのはごく最近の知見である。南極オキアミはことにアイスアルジーの発達する春には巨大なエネルギー源を手に入れていることになるのである。南極オキアミの食事は非常に乱雑に見える。何千もの植物プランクトンの細胞の塊を頻繁に口から吐き、また大量の炭素、 元素としての時計層の計算室の細壁等と大量に含んだクソ紐を排泄する。これら両者は重く、急速に深海に沈降する。この過程は、生物学的ポンプと呼ばれている。南極圏の海域は、水深2000の4000メートルと非常に深く、生物学的ポンプは、二酸化炭素を沈め込む働きをすることになる。このプロセスによって、莫大な量の炭素、 二酸化炭素が植物プランクトンの光合成で固定されたものが生物圏から送り込まれ約千年間にわたって大気から隔離されることになる。もしも海洋生態系において植物プランクトンが別の生態学的要素によって消費されているならば大量の炭素が海洋上層部に残存しているはずである。この一連のプロセスは地球上で 最大級のバイオフィードバック機構の一つであろうという予想がある。おそらく単一の巨大なバイオマスによって動かされている機構としては最大ものである。今後も南氷洋の生態系についてのさらなる定量的研究が求められる。南極沖網は発光器官によって光を放つことができる。このため光るエビと呼ばれることがある。 これらの器官は南極沖網の体の様々な場所にある。目柄に1帯、第2、第7、胸足の先端に1体ずつ、4体の遊泳客の基部に1組ずつある。これらの発光器官は、黄緑色の光を最長で2から3秒間、繰り返ししわたたかせる。この光は、トーチライト並みに明るいと考えられている。光を誘導するために、期間の後部には、 突面の反射鏡があり、全部にはレンズがある。さらに、機関全体は筋肉によって回転させることができる。この発酵の果たす機能は、まだ完全には理解されていない。いくつかの仮説は、海中で下方から南極沖網を見上げる捕食者に対し、発酵が沖網の影を打ち消し、発見されにくくすると示唆している。別の仮説では、 発酵が夜間の配偶行動か群れの形成に重要な役割を持つと考えられている。南極オキアミの発酵期間は複数の蛍光物質を含有している。蛍光物質の主要成分は355ナノメートルで冷気510ナノメートルで放出、発酵する蛍光特性を持つ。南極オキアミは捕食者から逃れるために腹部を 進曲することによって汚染を羽ばたかせ素早く後ろ向きに泳ぐことができる。いわゆるエビバネと言われている行動である。移動速度は秒速60センチメートルにもなる。危険を視認してから行動するまでの反応時間はわずか55ミリ秒である。南極オキアミが巨大な複眼をどのようにして進化させたのかは謎めいているがこれが極めて複雑で。 優れた、視覚器官だとは言えるだろう。すでに述べたように、南極オキアミは、餌供給の変動に合わせて、脱皮を繰り返して、体を小さくすることができるが、複眼だけは、脱皮をしても小さくなることはない。このため、目のサイズと体調との比率を、個体の飢餓状態の信頼度の高い指標として用いることができる。南極オキアミは、 南平洋全域の表層に生息している。ちょうど極点を取り巻くように分布するが、特に大西洋との境界域に集中している。南平洋と大西洋、太平洋、インド洋との境界域は南極収束線を形成する。南極収束線の終極フロントと呼ばれる海域では、南極域の冷たい表層水が外部の暖かい水と接し、沈降している。 終局フロントは大まかに南位55度付近に形成されている。この終局フロントから南極大陸までの約3200万平方キロの海域が南氷洋である。これは北極海の約65倍の面積に当たる。冬季にはこの海域の約4分の3が氷に覆われ、夏季には2400万平方キロの海面が現れる。水温は 1> 約1.3から摂し3度である。南平洋では南位40から60度では、偏西風によって、氷層水が東に向けて時計回りに移動し、中南極海流を形成している。一方で、内側の大陸沿岸部では、東風が半時計回りに吹き、二つの逆向きの海流が出会う、ことによって、巨大な過剰の海流が形成される。 ウェッテル海の高密度水海などがその例である。南極沖網の群れは水海に乗って移動し、海域ごとに孤立することなく、南極全域で一つの大きな個体群を形成している。しかし、南極沖網への標識採保技術は確立されていないため、実際の移動パターンはまだわずかしか判明していない。南極沖キは南極圏の生態系における キーストーン種であり、ヒゲクジラ類、アザラシ類、イカ、コウリュウオ、ペンギンやアホウドリなど、鳥類の重要な食料である。カニクイアザラシは、南極オケアミを捕食するために、特殊化された葉を持つ。カニクイアザラシは、変炎が串状に分岐した葉を利用して、南極オケアミを水中からこし取ることができる。この効率の良いろか器のような葉を、 具体的にどのように使用するのかまでは詳しくはわかっていない。カニクイアザラシはアザラシの中では最も広い分布域を持ち、餌の98%を南極オキアミが占めている。カニクイアザラシが1年間に捕食する南極オキアミの総量は6300万トンに達すると見積もられている。餌の45%を南極オキアミが占める氷アザラシも また同様場を発達させている。すべてのアザラシ類は合計で6300万から1億3000万トンの南極沖網を、クジラ類は合計で3400万から4300万トン、鳥類は1500万から2000万トン、イカ類は3000万から1億トン、魚類は1000万から2000万トン、これらを合計して1億5200万から3億1300万トンの 南極オキアミが消費されていると見積もられている。なお、クジラ類でもハクジラ類が南極オキアミを直接捕食することはないが、イカ類を主に捕食しているため、イカ類を介して南極オキアミを消費しているとも言える。南極オキアミとその捕食者との個体サイズは例外的なほどに差が大きい。一般には二十マイクロメータほどの極小の植物プランクトンから、 南極沖網のサイズの生物に至るまでの食物連鎖は3から4段階の捕食被食関係がある。この場合には植物プランクトン小型のカヤシ類大型カヤシ、類アミ類マイナス5センチ後の小型魚類という海藻構造のステップを経ている。ところが食物連鎖の次の段階ではいきなり巨大なクジラに直結してしまう。 このような食物連鎖のサイズの飛躍現象は南漂洋でのみ見られるものである。南極沖網の分布は南平洋に限られており南平洋における優先種であるが北、大西洋ではノーザンクリル、メガニークティファニースのオベジェカが太平洋ではツノナシオキアイーパシファカが優先種となっている。 南極沖網のバイオマスは1億2500万トンから7億2500万トンと見積もられており、南極沖網は地球上で最も成功した種であると言える。ただし、ある生物学者は肉眼で見えるサイズの生物では、アリの占めるバイオマスが最も大きなものであると推定していることにも留意する必要がある。また、別の推定では、 海や種類のバイオマスこそが最大であろうとされている。ただし、これらのバイオマスは、それぞれ数百種類のアリや、海や種類によるものであり、単独の種で構成された、南極沖ミのバイオマスとは、単純に比較はできない。南極沖ミのバイオマスが、他の種よりも、いかに巨大なものであるか、強く印象づける比較として、以下のようなものがある。全世界の水産資源のうち、魚類、 海類、甲殻類、糖色類、プランクトンなどの合計量は年間約1億トンであるのに対し南極沖網単独の年間生産量は1億3000万トンから数億ンと見積もられている。南極沖網にこのような膨大な量のバイオマスを生産することを可能にしている原因としては南極大陸の周辺の海域が世界最大級でおそらくは 地球最大のプランクトン集団抱えていることが挙げられる。南極の海は植物プランクトンで満ちている。大陸沿岸で深海域から表層へと湧き上がる。海水は全世界の海洋の光合成層の下部を経由してきており、豊富な栄養士を含み、かつ栄養塩が消費されていない。そして南極大陸沿岸で再び生物生産に寄与することになる。こうして、 基礎生産、食物網の基礎をなす生産で植物によって太陽エネルギーが生物のバイオマスに変換されることからは広大な海洋で年次1メートルあたり1から2グラムの炭素固定を行っているのだ南極の氷の周辺では1メートルあたり30から50グラムにまで達する北海や他の大陸沿岸の有勝流の海域のような非常に 産出力がある領域と比べれば、これらの値は目覚ましく高いわけではないが、生産が行われている海域は、熱帯雨林などの地球上の他の大規模な第一次、生産地域と比較しても、なお広大である。さらに、南半球の夏の間、何時間も照射し続ける日光が、生産過程を促進させる。これらの要素のすべてが、プランクトンと南極沖網を、 地球の生態系の物質循環サイクルの重要な部分にしているのである。南極沖網の全バイオマスが過去数十年間に急速に減少しているという懸念がある。この減少が80%にも達すると推測する科学者もいる。これは地球温暖化に伴う流氷の減少のためであると思われる。右のグラフは 過去40年間の温度上昇と南極の流氷の減少、逆スケールを示す。南極オキアミは特に発達の初期初段階において生存のため流氷が必要であるらしい。流氷にはオキアミが捕食者から逃れるための洞窟状の構造がある。何年も流氷が少ない状態が続くとオキアミと同様にプランクトンを捕食するお作動物のプランクトンにその座を譲るようだ。 BR 南極沖網の漁獲量は年10万トン前後で推移している。主な漁獲国として韓国、ノルウェー、日本、ポーランドが挙げられる。渦の通り1990年代前半に漁獲量が激減しているのは大量の漁獲を行っていた旧ソ連がロシア政権に移行し採算が取れなくなって沖網漁業を行わなくなったことによる。加工品は 資料や釣り絵に使用される。置き網漁の操業は二つの点で困難であるとされる。一つには非常に細かい目を持つ予防が必要であるため高い効力が発生し引き起こされた選手派により置き網が戦側面へ押しやられてしまうこと。もう一つは細かな網がすぐに目詰まりを起こしてしまうことである。さらにこれらの網は非常に繊細で置き網漁業の早々期には 大量の置き網を漁獲する際に網が破けてしまったという。BR 洗場への引き上げ作業もまた問題となる。置き網を満載した業務が海中から引き上げられる際には置き網同士が圧迫し合い体液の多くが流出してしまうのである。このため大きなチューブを使い置き網を水中から洗場へ直接吸い上げる漁法が試験的に行われており、 また、オキアミ用の特殊な漁網の開発も進められている。オキアミは漁獲後数時間で急激に品質が劣化するため、迅速な加工処理が必要となる。冷凍オキアミ及び、濃縮粉末への加工の全段階として、筋肉質からなる、体の後部を頭胸部から切りしたり、外角を除去するなどの処理を施すことがある。南極の生態系に関しては未だ全体像が、 解明されているわけではないが、炭素隔離の推進を目的とした大規模な実験がすでに進行中であり、その中で沖ミの生態が利用されている。南洋の広大な海域は豊富な栄養を含んでいるにもかかわらず、植物プランクトンがあまり生育しない。これらの海域には HNLC 海域という用語が当てられ、HNLC とはハイニュートロネットロークロロフィル。 つまり光栄用時を低クロロフィルを刺す。この現象は南極パラドックスと呼ばれているが、これは鉄の欠乏により起こるものである。調査船から少量の鉄を散布する実験において、植物プランクトンは広域にわたり大規模な増殖を見せる。このような大規模な試みは、化石燃料の燃焼により増加を続けるに、酸化炭素の策にもつながるものとして期待されている。 オキアミはこのプロセスにおいて、二酸化炭素を含んだ微小プランクトンの細胞を収集し、海上の土質物及び紐状の糞便へと変える、つまり速やかに海中に沈む形へと炭素を変換するという重要な役割を担っているのである。この種はしばしば、ユーフナサプザーバとか、エウパウシアサプザーバなどとごつづりされる。池田 T. ザインフルエンスオブフィーディングオンザ。 メタボリックアクティビティオブアントクティッククリル、ポーラーバイオロジー3。クラーク、エイトワーズアンエネルギーバジェットフォークリル、ザフィジオロジーバイケミストリーオブユーフォージーアサプザーバダナ、ポーラーバイオロジー2。イシー、エイチメタボリックレイツエレメンタルコンポジションオブザ、アントクティッククリル、ユーフォージーアサプザーバダナ、ポーラーバイオロジー7。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。